大夏夢中でゲーム好きの台湾人の個人的スプラトゥーン3プレイ集8位後付け実況、まあ、まずはこのドライブワイパーで着地ガリガリ、これちょっと珍、個人的にちょっと爽快でなんか珍しかった場面なので、しかもなんかナイス言われてる。でこれはちょっと実はこのX でもちょっと開けたやつ、なんかまあ時々あるよね、この方向ですぐあの勝つ。あ、これはね結構前の動画、この去年だから、あのウルトラショットがめっちゃ強かった時期ですね。あのかす、あの2回かすっただけで倒せる時期で、この時は確かまあ一応 S プラス10まで上げようという時期ですね。秋の時だ、その秋のシーズンで S プラスに上げようとしてた時。でもこの最近冬のシーズンは全くやってないですね。冬のシーズン別のゲームにハマってたから、今これ秋の時このめっちゃ頑張ってたね。これに、これはあの連続ですよ。同じ仲間でしょ、このこれはチャレンジだから、あの続けるって選ぶと同じ人と仲間になるから、これはだからこれ明らかに S プラス10まで上げようとしてた時ですね。俺またこの絶対2回やったら絶対死ぬという。あ、これはねあまりにも早くて、そのお風呂の玉がいきなり死んだ。あ、これはね、まあ、謎の一人ワイパーとこれ10月、去年の10月の動画、昔の動画だけど、これあの最近全然やってないから。だからそろそろこのめちゃめちゃ昔撮ったやつを、あのそろそろこういう風に放出しておかないと溜まっていくから。謎のこれ全然か、ただの着地狩りだ。あとこの謎の3人目4人目全然こっちに見てないからさ、この時謎の刺さり、謎のぶっ刺さり裏取り、これはこれちょっと面白かった。この仮想ランダム武器杯、つまりあのギアも武器も全部ランダムの回ですね。でこの時にまあ大体難しかったんだけど、この時にこのジェットスイーパーがちょっと個人的に面白かったから、なんかジェットスイーパーやってるか、やってるかな、あんまり、まあこのジェットスイーパーめちゃめちゃ長いから、なんかこれ結構やっててちょっと取ろうと思った回。あんまりちょっと強さ出せてないけど今のところ、多分後で強さ出せたんだろうな。あ、これこれ、まあこれは別にこっち見てないからさ。なんか長さというか、ただの見方がこれ難しい。およしよしよし、いそう、後ろにいそう、ん、さっきいるのに、なんか不定がもう逃げたか。おおおおおお、あー、なんか後ろ裏取りされた、なんか全然見れてないな。ジェットスイーパー。うん、お当たらないんだよな、なんか。あ、3回目、あ、4回目で倒せたのに、なんかせっかく長いから、なんかな長い距離で、これまあでもやっぱり2対1だからな、大体倒せた時。今のところなんかどこ、いやカニか、おカニを倒せた味方が、おこれが多分、おあーちょっとね位置が悪かったな。なんかカニと私がずっとここに、あえ相手の長い武器はクライムだけか。全滅したけど、いやリードした、これはいい。あ、
そういえばあの中国語 の, あのシステム UI がなんか反対値中国語、まあ、なんかなんかの時に変えて、まあ、一応まあ別にその中国語になっても分かるからな、そもそも中国語になってもで北斎さっき北斎に倒されたみたいなあの表示、北斎は漢字だよねあの何々を やられたみたいな、あれは中国語は倒したってなってるね、何々を倒したみたいな、あそうか日本語もそうか、まだあ、ま、なんていうか一応なんか中国語版を見ようかなっていう。あ、これ最後は鉄壁ですね。あ、さっきなんか連続してキルした時かな、ちょい裏取りこの左から行って連続キルした時がこの回のちょっとなんか気持ちよかった時。あ、これはあ、これはちょっと吸引機で、まあでもこれをねちょっと見返すとそこまでまあなんか珍しくもないというか、そもそもこのステージはだいたいこうなるというか、まずちょっと攻められて35まで攻められて、あ、この96ガロンか、これもちょっと長い武器ですねちょっと強い武器なんだけど、そんなに、あ、昔すっごく昔だけどね、この96ガロンを一応使ってたのはなんか招待の時ね。おお、あと危うく死んだ。これなんか、ああ、そうか、クーゲルがいるから私ここにいなくていいか。あ、でも私これやりたいからさ、これ私はこのタワーでヤクラでこれやりたかったから。おお、2人目ほらこの2連吸引機で結構進んだ。あとは戦うだけ。お、しかもバリア。いや、これもうこのステージでよくある現象だよね。あ、これもさっきと同じパターンだよね。今回はジェッパー祭り2人いや、このステージ大体なんか、あと例えばウルショもこうなるこのステージ、このここでめちゃめちゃスペシャルで押すとなんかこうなることが多いんだよねだから武器、あ、これね、フィンセントちょっとね、なんかちょっとフィンセントやろうかなと思った時期があって、ほら謎のぶっ刺さり、これあまりにも謎で、これで調子に乗って敵陣行こうと思ったら早速死んだ。でもさっきはぶっ刺さったね。あ、これは、まあ、よくある大逆転を、あの大逆転すぎたから録画したやつ。1分になっても完全に家から出られない。でもさ、まあ、私は塗るだけですね。私この時楽と思ってたから、キルは他の人がキルしてくれて私がめちゃめちゃ塗ったんですよね、ここから、まあ、一応ここで一人はキルしたか。でここで私ちょ、じゃあなんか塗らないと無理って思って一応キルしようとした、あ、キルできた。いや、ちょっと、あ、遅いな塗るの。もっと早く塗れたはずだけど、まあ、多分この時別に、え、いきなり3人死んだって思って早く塗ろうでこれもやって早く塗って塗って、多分私の塗りがちょっと世界を救う感じしかも一人倒した、早く塗れる塗れる塗れる塗ろう塗ろう塗ろう、いや、これ塗ったらよかったのね、ここで一応勝てた。あの、これは本当に最後の30秒くらいまではずっと押されてたけど、やっぱりこのゲーム逆転があるから面白いという、やっぱりだからなんか諦めない理由がある、これがこのゲームの一応面白いところではあると思うね。この縄、やっぱり縄張りバトルがなんかスプラトゥーンというゲームのなんか
あ、なんていうか本質というか、まあもともと縄張りバトルしかなかったからいやまあ公式のなんか公式の大会もあの縄張りバトル、いや縄張りバトルが見ててちょっとまあそう確かに縄張りバトルが一番逆転起きやすいみたいな、まあいやまあ一応ガチバトルも一応逆転あるけど、そんなに逆転がないというか、特に例えばアサリ、あこれはなんか最初にいやでもこれはね私が強いというか、なんかちょっと初心者寄りにの敵にあったかなという、そんなにうまくいかないもんフィンセントでなぜたまたま敵こっち見てないみたいな、あこれは多分フル試合ですね。わ仲間がやられた。いやなんか最近、あ冬の時期、冬のシーズン、なんかフィンセント新しいやつ出たでしょ。これ私の距離、ミサイルがあるフィンセント、あれもなんか面白かったね。なんかフィンセントちょっとなんか実は私実は2スプラトゥーン2からさ持ち武器ってのがないんだよね。なんかだからなんか持ち武器をまだ探してるっていう、なんかちょっとフィンセントにしよう、なんかフィンセントちょっと武器のシルエットがなんかいいじゃん。あとその試合が始まった時のポーズもか、ほら普通はこうなる、試合が最初の時のポーズもちょっとなんかかっこいいじゃん、なんかだからちょっとやろうと思ったんだよね傘ちょっとやっぱり難しすぎたから一応傘もちょっと考えたけど、あと私のなんかフレンド黒傘を愛用してる人がいるから、あの人いつもなんか傘があまりどんなに傘が不遇だったのかをちょっと解いてたから、じゃあ やめようかなっていう、まあ、ちょっと白傘、まあ、白傘ちょっとね動画で見、なんか白傘を専門に使ってる人の動画見るの好きなんだけど、自分もたまに遊ぶと楽しいけど、これを持ち武器にするかってなるとちょっと、でもこのフィンセントはちょっとね使い方によってはちょっとなんていうか、やりなんかそんなに悪くないかなっていう感じ。あとちょっと私ちょっと年寄りだからちょっと反応速度でなんかエイムがあんまりにも必要な武器は、まあ、楽しいんだけどねシューターでも なんかなんていうかさ、強い人に会うとあんまりにも強い人だと全然倒せないみたいな感じになって、その時はフィンセントはせめてなんていうか両方せめて相手も倒せるみたいな、せめて相打ちにできそうな感じがするから、ちょっとフィンセントにしようかなっていう、まあ、まだ決めてないけどね。あこれも大逆転、しかも全くキルしてない、これは本当にこのゲームの本質を表す試合だなって思ったね。本質というか、まあ、私が本質を語るのも、まあ、ただのなんか一般プレイヤーだけど、これは上のこのイカランプ見ればわかるけど、多分なんていうか人数が勝った時はほぼない、最後までこっちの ここでちょっと人数有利になったけど私も死んだはず、ここでほらここの確かに人数有利、ほらほらこっち2人死んでる、人数有利、この30秒でこの局面普通はありえない、この勝てるのは勝つのはありえないんだけど、ほら私だけ、でも私は全く戦わずに塗るだけでなぜか勝ったんだよね、これこの塗り、これあんまりしかもあんまりちゃんと塗れてないのに、しかもほらほらイカランプ見たらずっと人数負けてるんだよ、私以外ずっと死んでるのに、これは相手が、これはね相手のなんていうかお世話せすぎだね、相手にもラクトいるのに私をなんか無視したから、これさっきのあれ私的にめっちゃすごかったね。あ、いきなり飛んで12月、
私11月の時に他のなんかゲームにめちゃめちゃハマってて、もう廃人になってて、まあ、最近もなんかバルターズゲートの廃人になってるけどまあなんか廃人になってたから全然やれねえ、なんていうかこれ多分ビッグランの時にこれが久しぶりのプレイですね。じゃあね、私まあ一応持ち武器の話だけど、私正体は一応 3K3K、 まああれ 3K と 3K と読むのが正解なんだ。 3K スコープが一応持ち武器、それでスコープなしで一番最初に S プラス、あれなんだっけ、なんか最初はチャージャーでリッター 3K で一番なんか99まで行ったんですよね、あの一番初期。あ、え、一番初期は S までしかない、とにかくその一番初期のランクの一番上のランクの99まで行ったけど、あ、そう、最初は S しかないかもね。このでも S プラスのランクまでなんかあった時に、その時はなんか 3K スコープで頑張ってた、なんか長い武器を やろうとしてて、なんかでもチャージャーでやるのやっぱり、いやでも私正体は一応チャージャーを縄張り、縄なんか自分の持ち武器としていたね。これは完全、あ、なんか今進行してるビッグランの話だけど、いやこれビッグランもじゃあなんかぼーっと見てて、ちょっとぼーっと見るのにちょっと適してる個人的に。まあその真面目に頑張ってなんかめちゃめちゃスコア出そうとすると忙しいけど、この感じだったらちょっとね、フレンドと喋りながらやるのに結構最適ですね。なんか雑談しながらやるのが、あ、これはちょっと楽しい武器ですね。いや一応このステージ多分そんなに難しい方じゃないと思う。だって私初見もなんかちょっと順調だった。おお、めちゃめちゃクマ武器あるね。やべ、クマワイパー面白かった。あそうか、なぜ持ち武器がなくなったのかというと、2からちょっとチャージャーちょっとなんか辛いなって個人的に思って、やっぱりすごい人以外はちょっと辛いな2であんまりチャージャー使わなくなって、まあ2もねそんなに、まあ 2X までやってないんですよ。なんかやろう、そんな X までやろうとするのもない、なんかめちゃめちゃやらなきゃ、なんか S プラスを10までやらないとダメみたいな、なんかその時の私にとってはあまりにも、あ、しかもめちゃめちゃ私弱いですね、その2の時めちゃめちゃなんか弱い個人的に。でも2は普通になんていうか、あのDLC とかそういうコンピューターのやつ、ストーリーのやつは全部やった。私そういうストーリーはやる派だから、私3も結構早い時期に全部やった。なんか対戦だけやってストーリー全くやってない人もいるけど、このゲーム私このヒーローモード結構好きだから。そういえばこのなんか3のDLC のストーリーもうすぐ、まあ、もうあのなんか配信日もう、あ、これは気持ちいい、配信日も決まってるじゃあ私もなんかあんまりゲーム内容について言ってないな。まあサンモランはサンモランだからないやちょっと画面がちょっとこの時多分久しぶりのプレイベって結構なんていうか自分で見てなんか画面揺れてるなと思って
個人的にね、なんか手がね不安定な。やっぱり年寄りだからかもしれない。なんかちょっと感度下げようかなと思って、一応最高感度にしてるんですよ。 なんていうか私が感度5にした理由、昔はそうじゃなかった。昔チャージャーだからめちゃめちゃ自分用にちょっと頑張って調整しようとしたけど、まあこの3になってからいきなりなんか最高感度になれようかなと思って、だから感度5にしたんですよ。でも最近ちょっとね変えようかなと思って、最初に感度5にした理由は、じゃなんかちょっとしか動いてないのに大きく動けるみたいな、ちょっと楽したいからという理由で、あまりこれ強引にいくら入れようとして死んだ。でもこれはねちょっと甘えた、この多分勝てるかなと思って、だからちょっと油断した、油断というかちょっと適当に死んだ。この最初から、しかも1回目で確か結構、1回目で115で、私実は3回目で、あ、このめちゃめちゃいい改善、このビッグランね、ビッグランこの時からなんか135個以上、なんていうかこのライン、なんていうかクリアライン、この金の報酬をもらえるラインが最初から決まってて、だからなんかもうめちゃめちゃ楽になったんですよ。なんか私この仕様はめちゃめちゃいいと思う、この仕様の買い方。だってその前はなんかいくらやっても本当に上、なんかそのクリアラインに、クリアラインというかあれ何のライン、なんかボーダー、ボーダーが最初から決まっているのはめちゃめちゃいい改善だと思ったね。なんていうか前はなんかいくらやってもなんか安心できないみたいな、なんかそういうなんかあんまり この仕様だとちょっとね、なんかそれでも上位 5% を狙いたい人は普通に狙えるし、あれも表彰あるはずだから、だからその狙える人は狙って、他はただあの金のあれ商品もらいたい人だったら結構、まあ結構普段サーモランやってる人ならあのボーダーは一応超えれると思う、普通、まあ、達人までやってる人ならね。あと私的に秘訣は、なんていうか、あ、これはちょっと早い時期にやった方がいいみたいな、ビッグランが始まった時にそのすぐに早い時にやったらなんか味方が強い気がする。なんか夜は人が多いからちょっと味方がちょっと弱め、個人的ななんか感覚ね。あ、この時、これは多分3回目のプレイですぐ135以上超えたから、だからさっきこの2ウェーブ目はなんかめちゃめちゃ楽しいローラーで光映え、あれが初光映え、このステージでので、これは、135取った時多分50個くらいは取れるんじゃないかな、この時。なんか誰か死んだ、いやでも武器がいいから、いやこのステージは高所が多いからな。あ、必戦も必戦ね、なんか2は一時期必戦やってた気がする。なぜ、まあ、あとチャージャーをなんかやらなくなった理由の一つとして、なんかちょっとねやるときちょっと疲れるからさ、なんかあ、例えば私が今ちょっと持ち武器にしようとしてるフィンセントはなんか一応、ね、なんか狙わなくていいから、ね、狙うんだけどそこまで狙わなくていいから、
その M なんかちゃんちゃんちょっとね、今の私年寄りにはちょっとちょっと疲れる、私個人的に。だから2からあんまりやらなくなったんだよね。まあ一応好きなんだけどね、ただちょっと疲れるっていうなんか狙うのがちょっと疲れるかな、個人的には。このチャージャーの、やっぱたまにはあのなんかフィンセントみたいな武器でなんか適当に振り回して勝ちたいじゃんこれは135、あ、146か。これでもう金賞取れた。あ、これは初上これはちょっとね、これ巨顎中国語翻訳、巨顎、巨大な顎、ちょっと面白いあ、タツはなんかタツ竜みたいな。他はなほぼ直訳、これだけは、これは直訳じゃないよね。ジョー、ジョーで何の意味、そもそもジョーこれ巨顎は直訳なのかな。私最初倒し方わからなくて、私あの弱点見てないからさ。あ、一応なんか×、これか、あんなに明らかな弱点があるの面白いんだよね。でも私ほらこれ、私この爆弾を投げようとした、だってモグラ、私これ巨大版のモグラかと思ったからさ、このめちゃめちゃ、ほらまた投げた。私めちゃめちゃあの爆弾投げようとしたんだよね。私、ま、このモグラと同じ倒し方で、だってよくあるじゃんこういう敵例えばもうなんかいろんなゲームにいるやん、こういう、例えば地面に潜る敵って大体爆弾じゃんモンハンのあれ、モンハンもこういう敵いるし、ゼルダブレイワイもこういう敵いるし、なんかそういう、例えば砂に潜る敵って大体爆弾、食べさせるから、だからこれ爆弾食べさせるのかと思ったよ。でもまあここからは、あれが、そうか、あれが弱点かって思ったね。あまりにもあの爆弾食べさせてもなんか何もなんか手応えがなかったから。ああ、これ惜しかったですね。いや、でもさ、これは多分簡単な方だと思う。だって私初見でギリギリ勝てたから。ああ、だからこれが多分ね、あ、でもこれ3回目の上かな。なんかちょっと2回も失敗した気がする、なぜか。まあちょっとね、あ、この蝶のいいところは敵も倒してくれるところ。でも私この時はまだなんか自由になんか気ままにやってて、全くこいつで敵を倒そうとしてすぐ使った。もうさっきいきなりピンチだから、早く倒せ倒せ。あ、武器がちょっと尖ってんな。早く敵を倒せ。まあでもジョーに倒してもらおう。これでジョーが、ああこっちじゃないけど、まあ、ここでもダメージ与えられるから。私あんまり計画性がなくて適当に逃げ回ってるな。武器、普通にメイン武器でやったら、多分このメイン武器でやったら結構、おめっちゃ削れるやん。35、やっぱり簡単な方ですね。でもめっちゃなんか楽しい。でも最初のなんか叫び声がめっちゃなんかホラーゲーっぽい、めちゃうるさい。さすが巨顎。これさ、ビクランの後は何？あー、これもちょっと X に開けたことがあるね。フィンセント。あー、これはフレンドとフェスをやってる時ね。あー、私、フェス一回飛ばした。この、基本的に毎回フレンドとやるんだけど、なんか一回、あ、そうか、ビクランの時か。ビクランも、フレントとやろうとしたけど、なんか私がちょっと喉があれだから、
のあの時なんか多分風邪で喉が喋れなかった、なんか喋るの喋ると良くないから喉がやられてるから、なんか声があれだったから一回、あちょっとごめんなさい今回はいけないみたいなこと言った気がする。あこれちょっと、あこれも一応逆転のターンか。あなんかほらほらこの黒傘使ってるフレンド愛用してたフレンドが、あの人、あここからはね謎の、あのあでも私一人じゃなくて多分他のアシストもあるね。これ死んでなかったのがちょっと奇跡これ謎でしょ。これはねこっちが強いというか多分相手が調子に乗ったね、明らかに。あんなところで、あんなところでいきなりやられるとは、しかも同時にやられるとは思わなかったでしょう、相手多分。で、このフェスの時は、全員同じギア。ほらほら、これで見れるんだけど、頭ギアも、靴のギアも全部同じ。で、しかもバラエティ武器。つまり全部違う種類の武器。これはちょっと新しいジムワイパーでやった時ですね。ジムワイパーヒューか。ジムワイパーヒュー。いや、まあまあまあね、別に使えないけど、この時はなんかちょっとジムワイパーっぽい倒し方してんなと思って。見るんだけどね、他の人が使ってるの見るんだ。この倒し方めっちゃジムワイパーっぽいなと思って。ちょっと、しかも私このめっちゃ下手カニ、めっちゃ下手なカニ相手のなんか逃げ方がすごかったから、なんか全然倒せなかった、まあ、味方が倒してくれたけど基本カニ武器使ってないからめっちゃ下手なんですよカニ。このなんかちょっと味方を助けに来た、なんか侵入してきたやつここあんまりにも下手、なんか登るの時間かかったからもう登るのやめたみたいな。あこれ相手も長いから相手もこれデュアルスイーパー長いからやられた。なんか自分が長いのなんかあまりにも長いと思って、まあでもジムワイパーこうなんかこういう風に積極的に行った方がいいよね。あと少しで倒せたのに、これ多分あと1回で倒せた。でもまあ結構死んだけど、なんかジムワイパーっぽい動きできたから、あこの時は私一応新しい武器は全部星1つ、まあ一番初期最初発売したばっかりの時期は全武器を星2までやろうとしたけど、で疲れたからいや星1でいいかみたいな。この時はまだこの武器全然使ってない。あ、やっとカニで倒せた。あそこにちょっと早く助けに行かないと。全然当たらない。お、これは気持ちいい。この近距離で倒すとめっちゃ気持ちいいんだよね。ワイパー。ちょっと、後ろに。お、ここで、いや、これは相手の、私が強いというか相手がミスったから、私死んでないのが不思議だった。さっきの浴びてたからな一応普通。あこれ良くないカニなんだろうな、なんか全然倒せてないし、なんか味方を助けようと思ったけど、うわ後ろになんか待ち伏せしてたやつがいて、多分カニの時にこっそり近づいたんだろうな。私カニやっぱり相手の陣地に向かってやった方が良かったな最後あんまり何もやってなかったけど、なんかジムワイパーでちょっと楽しかったなと思ったから今回の動画はここまでですね。正直最近スプラで他のゲームにハマるとスプラをサボりがちになるから全然やってないですね。いやでもフェスの時だけやるのもちょっと楽しみ方の一つだけどね。まあ DLC ストーリーはやるけどね、もう買ったから。